変だ、我々の地球に隕石が迫ってきてる。なんてことなの、我々は一体どうしたらいいの。こうなったらコマネチビームで隕石を破壊するしかないよ。よし行け、コマネチマシン出動よ。キュッカシンカシンカシン、コマネチビーム準備完了。コマネチビーム発射。カチョンカチョンカチョン、どうせコマネチビームが発射されないの。なんてことだ、右側にロックがかかってしまってる。まずい、隕石がどんどん地球に迫ってきてるわ。助け、なんとかあのロックを解除する鍵が必ずあるはずだ。鍵なんて知らないわ、こんなこと一度もなかったんだから。あの鍵穴に合いそうなものを何でも入れてみるしかない。そうね、迷ってる時間なんてない、何でも入れてみるよね。よし、まずはこれだ。ガチャン、ジュールじゃないみたいだよね。じゃあこれは、ガチャン、くそ、さつまいもでもないみたいだ。隕石がどんどん近づいてきてるよね。じゃあこれでどうだ。じゃあこれでどうだ。くそー、なんてことだ、俺たちにやれることはもうないのか。あるわ、一つだけ。え、一つだけって何。チャイ一人の命がこの地球上の80億人の人たちの命を助けられるのであれば。チャイちゃん、それはダメだよ。カリンちゃん、今まで楽しかったよね。さようなら、チャイちゃん。クキンコンクキンコンピャンキュンコンキュンコン、コマネチビーム、バカオチュ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 。こうして地球は一人の猫チャイちゃんの勇気によって守られたのであった。あー、地球守った。はい、サンチュール。